首肩ガチガチ、頭痛もひどい、体重が減らん、なんか運が悪い、顔が老けたと感じる。実はこの症状を持っている方の運命まで変える特徴がある。その特徴を早速みんなと一緒に運命度をチェックしよう。まず手のひらを上に向けて手相を見ます。その時に指のところにある縦線が入っているのかを確認します。これ俵紋って言うんやけど、それも手のひらの小線って言うんやけど、それと同じぐらいはっきりとした線があるか。次に手をぐーっと握った時に指が腕に対してまっすぐなっているのかを確認します。ほんで指の縦線がはっきり入っていて、次にグー握った時に指が腕に対してまっすぐなっていたら、好循環が出そうで、コリも起きづらい健康な状態。これダライラマさんの手なんやけど、これはすごいです。この時に指の縦線がなかったり、あるけど薄かったり、握った時に指が腕に対して方向が違う方向にずれていたら、悪循環な手相になりやすく、ストレートネック、首肩こりや、さっきの言った症状が起こりやすい不健康なサインになる。つまり、凝りやすく、ストレートの方は、指の縦線がなかったり、薄かったり、握った時に指が腕に対してまっすぐじゃなく、悪循環な手相になりやすいということなんです。そう、これが、ストレートネックになって、首肩こりになって、いろんな症状も引き起こす危険なサインになる。みんな、どうやった？凝りやすく、指の縦線も薄かった状態やったんちゃうかな？ほんで、この指の縦線の俵紋の意味は、二つあって、一つ目は、指と線が米俵に似ていて、手に米俵が出ている。だから、一生食える。食いっぱぐれがないという意味で、一生お金に困らない。二つ目は、この俵紋が濃い線になればなるほど、おのおのの持っている能力が開花されやすいと言われています。でも、俵紋は習慣的に能力を発揮し続けると、出現しやすいとも言われています。なんで、ここを習慣的に使って、俵紋を濃くしながら、ストレートネック、首、肩こり、腱鞘炎やバネ指も一緒に解消しましょう。概要欄にも友達限定のセルフケア授業の特典あるから、チェックしてちょうだい。どそい、セルフケア教室の生徒の皆さん、戦わない格闘家整体師のノブです。ほんま戦わなと思っている皆さん、実は相撲をやって鎖骨を折って、その影響でストレートネックで太ったまま引退しました。そこで今回はノブ先生の考えるたった3分、6つの専門的な筋肉を習慣的に狙って、俵紋を出現させる環境を作り、代謝も上げて痩せれて、ストレートネック、首、肩こり、腱鞘炎やバネ指を解消し、リンパも流して老廃物もドバドバ出し、内臓ケアで体の老化や体全体の悩みも解消するセルフケア教室の授業です。ノブ先生もストレートネックで首、肩ガチガチなって、腕まで痺れてたから、みんなの気持ちは痛いほどわかる。なんで一緒に解決したいねん。ほんま、ストレートネックになったら見た目も悪いやん。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えせなあかんことがあります。みんな何とかしようと1万歩歩いたり、硬いところや痛いところをもみもみもんだり、無理やりギューッとギューッと引き伸ばしたりしてない？これほんま飽きません。ただ筋肉や関節を痛めつけてるだけです。ここで今回の原因と解消方法はほんまためになるから数分だけ聞いてや。実は俵紋がなかったり薄かったり、揉んだり伸ばしたりだけではなかなか単独で狙えない、体にはズボラでサボる筋肉があって、通称ズボラ筋と呼んでるんやけど、そのズボラ筋がちゃんと動いて働いてない証拠やから、習慣的に能力も発揮せんと表紋も出現しにくく、1万歩歩いたり揉んだり伸ばしたりしても脂肪も減らんとリンパ詰まって老廃物も蓄積し、ストレートネック、首、肩こり、腱鞘炎、バネ指まで解消せえへん。そして、俵紋が出現しにくくなると、ペットボトルも開けにくくなったり、腱鞘炎やバネ指も発症しやすく、指や手の動きも悪くなります。指や手の動きがなくなると、このように指と手首の動きがなくなり、そこにつながる肩甲骨まで動かんので、肩甲骨が歪んでしまい、背骨を引っ張るから首もストレートになる。このように首がストレートになると、肩も巻き込まれて肩甲骨が外にロックし、肩甲骨の周りにあるミトコンドリアも活性せんと代謝も落ちて痩せにくくなる。その貴重な情報のズボラ筋がちゃんと動いて働いてないのが隠れた原因になります。ではどうすんねんということで、格闘家整体師ノブ流の解消する流れとしては、今回の専門的なズボラ筋は6つ。でもこの体操のエクササイズは
3分で誰でも簡単にできるから安心してください。そのズボラ筋、2つ目、肘の内側から親指側までの手首までつながり支える頭側手根屈筋。ズボラ筋、2つ目、肘の内側から小指側までの手首までつながり支える脊側手根屈筋。ズボラ筋、3つ目、手のひらから親指側までの手の指までつながり支える腰内在筋。ズボラ筋、8つ目、手のひらから小指側までの指までつながり支える小指内在筋。ズボラ筋、5つ目、肩甲骨の裏の内側から肋骨までつながり支える前鋸筋。ズボラ筋、6つ目、肩甲骨の裏の内側から胸椎までつながり支える腰腱筋。ここを専門的に単独で狙って動かし働かせます。結果、ズボラから卒業して動いて働くから腱鞘炎、バネ指も解消し、手首の動きも正常化し安定化するから、そこにつながる肩甲骨、背骨も矯正されるので肩、首の位置も修正され、ストレートネック、首、肩こりも解消する。ほんで、肩甲骨剥がしにもなって、羽が生えたように肩甲骨も動くので、その周りにある脂肪をエネルギーに変えるミトコンドリアを多く含む褐色脂肪細胞が活性化し、脂肪を燃焼する。結果、勝手に代謝も上がり、内臓脂肪、中性脂肪が減って痩せれて、肩甲骨やそこにつながる鎖骨の動きも正常化するので、近くを通るリンパ節がパーッと開通し、そのリンパ節でも重要な老廃物を最終的に回収、運搬させる鎖骨がリンパがドバドバ流れ、むくみも取れて、内臓までしっかり運んで洗浄されるので、栄養素のたっぷり入った血流が全身に行き渡るので、若々しい体も手に入ります。ほんまズボラ筋ほっといたら、えらいこっちゃっしょ。それでは動画はここら辺で、早速実践していきましょう。めちゃめちゃ簡単です。はじめ！まず、動きのチェックをしていきましょう。首からです。まず、下向きます。そして次、上向いてみましょう。ほんで、前向いて、横向いてみて。ほんで、どこまで向けるのかとか、突っ張り感とか確認してみて。ほんで、今度前向いて、横に倒す。反対も倒してみる。この時に、どっちが行きにくい、辛いっていうのを確認しておいてください。次に、万歳してみて、どこまで上がるのか、どこか引っかかるのかを確認して。次は、呼吸のしやすさです。はぁ、吐いて。吸って、これでどれぐらい吸えるのかとか吐けるのかを確認します。ほんで最後はこうやって壁に手のひらとかつけてみて、ほんでこれどこまで曲がるのかっていうのを確認します。もうこの状態で辛いって言ったら相当手首が固まってる、あと指とかな。でこの時にガーッと上まで結構いけるんやったら結構いい状態、タラモンも出やすい。これをチェックしてセルフケア終わった後にもう一回チェックします。それではまずズボラ筋1つ目、まず最初に人差し指と親指をこのように掴んで OK サインを作ります。この時にちょっとキツネさんみたいにしないで OK サインにしてください。次に肘を伸ばして手の甲を上に向けます。そのままの状態をキープしたまま招き猫のようにぐーっとこのように手首を手のひらの方向に曲げます。そうすると親指側から肘の内側のところに力が入りますので、そのままぐーっと曲げ続けて10秒間頑張ります。ではいくよみんな、ぐーっと曲げてみて、そう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、指とかつってない？大丈夫？じゃあいくよ、もう一回ぐーっと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ラストいきます、ぎゅーっと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でーす。意外に結構つりそうになってない？大丈夫かな。ではズボラ筋2つ目です。次は親指と薬指をこのように握って、まあ、軽くできる範囲でいいので OK サインみたいにしておいてください。そのまま肘を伸ばして手の甲同士をこのように向き合わします。そのままの状態をキープしたまま一緒です。手首を招き猫のようにぐーっとこのように曲げていきます。そうすると小指側から肘の内側のこの下側あたりに力が入ってきますので、このまま曲げ続けた状態で10秒間、10秒かける3回やっていきます。ではいくよみんな、ぎゅーっと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、大丈夫？指つってない？横から見るとこんな感じかな。ぐーっとこう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、指つりそうやったらこれもう指くっつけてもいいからね、無理に。できるだけでいいから、離れてでもいいから。ではラストいきます、ぎゅーっと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でーす。
では次ズボラ筋3つ目、まずこのように手をカップルつなぎって言うんかな、握ります。で親指はこう重ねんと離しておいてください。そのまま手首をこう自分の方に近づけて、指はこのように前の方に向けておきます。そしてこのままの状態をキープしたまま、特に親指、人差し指、中指をぐーっと握ります。そうすると親指側の手の中の方に力が入ってくるので、そのままの状態で10秒間10秒かける3回です。親指をしっかりグーッとこう握ってね、いくよ、グーッと、そう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、意外につってね、大丈夫、無理せんとね、時間短くでもいいから、もう一回いくよ、グーッと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ラストいきます、グーッと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ではこのままズボラ筋4つ目もいけるから、このままやりましょう。まず一緒、カップルつなぎしたままで、親指はこれ重ねると一緒にしておいてね。次にこの指あるやんね、前向けてるのを今度ね天井の方に向けてください。これできる範囲で構いません。ほんでこのままの状態をキープしたまま、今度は小指と薬指をグーッと特に握ります。そうすると小指側の手のひらの中の方に力が入ってくるので、そのままの状態で10秒間10秒かける3回です。ではみんないくよ、ギュッと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もう一回いきます、ギュッと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ラストいくよ、みんな指つってない、大丈夫、もうちょっと頑張ろう、グーッと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。結構もう手ポカポカしてない、なんかほんでこう血流の流れとか良くなってる感じせん。では次ズボラ筋5つ目、まず最初に手のひらをこのように合わします。次に自分の方向にこのように指を向けてください。この時に結構肩がみんな浮くから、肩は浮かさないようにしてください。ほんでそのままの状態をキープしたまま、手のひら同士をグッと押し合いっこします。そうすると両方の脇のところに力が入ってくるので、そのままの状態で10秒間10秒かける3回です。ほんでこれ押し合いっこする時に、ここね、手首のこの硬いとこ、この辺ね、この辺を押して両方グッとね、そうすると両方の脇入りやすくなるから。ではいくよ、みんなグッと押し合いっこ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、横から見るとこんな感じ、グッと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ラストいくよ、グッと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。意外にこれきつくない？では次ズボラ筋6つ目、まず肘をこのように伸ばします。次に手のひらを前に向けて、前からさらにこのようにちょっと外に向けていきます。そうすると胸が少し張れるようになります。次に顎を少しだけ浮かします。これ天井見すぎないでいいです、本当に軽くぐらいでいいです、斜めちょっと上ぐらい、真正面よりかちょっと上ぐらい向くぐらい顎を上げてください。そしてそのままの状態をキープしたまま、今度はこの腕を後ろにぐーっとこのように振ります。そうすると肩甲骨がこのように背骨のところに近づいてきますので、このままの状態で10秒間10秒かける3回、そうすると肩甲骨の背中の隙間のところに力が入ってきます。ではみんな行くよ、こうぐーっと後ろに腕振ってきて、やった、そう、行きます、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、横から見るとこんな感じ、はい、ぐーっと、この時にね、首とかに力入ってないか確認しておいて、肩甲骨と背中の隙間のとこね、結構みんな顎をぐーっと上げ出すから、首に力入るから、それはちょっと注意して。では、いくよみんな、ぐーっと、そう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ラストいきまーす、はい、ぎゅーっと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10でーす。ほんまポカポカしてくるね。そしてこのセルフケア後に合わせておすすめの自律神経を整える方法もご紹介しますので、最後まで注目して見てちょうだい。ほんで終わったからもう一回チェックしましょう。まず首ですね、下向きます。次に上向きましょう。めっちゃ見える景色がいいと思う。
次に横に振り向きまーす。ほんならめっちゃ向けへん。なんか後ろの人とかもう気配感知もすぐ振り向ける。次に横に倒します。反対も倒しましょう。この時めっちゃ倒れるようになってるからボキ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 首になってない。それだけ普段固まってるってこと。次にバンザイしてみて。めっちゃ上まで手上がると思う。ワオーってね、ジェットコースターとか乗ったらめっちゃ目立つね。次に呼吸です。はー、吐いて吸って、そうするとめっちゃ息吸いやすくなってる。ほんで最後手首ですね。これこうやってつけてみて。めっちゃ曲がるようになってない？だいぶ上行くようになってると思う。ほんで伸びてるとこがさっき手首の近くで、それが今度肘の近くのとこ伸びてたら、めっちゃ指と手首の動きが良くなってるから、体戻し付けも早くなる。これ座ったままできるし、正確にはたったこれだけ。めちゃめちゃ簡単でしょ、この毎日たった3分の行動力。これがセルフ健康貯金への秘訣ですからね。ほんまどんどん貯めてや。ここまで注目してみてくれてほんまありがとう。その生徒みんなの高評価、チャンネル登録、そして応援コメントが私の最大の励みになりますので、応援よろしくお願いいたします。ここでお話ししていた今回のエクササイズをすると柔軟性も上がり、関節の動きも安定するので、後におすすめな自律神経を整えるセルフケアを一緒にやって、さらに健康貯金を貯めましょう。まずこれ耳あるやんね。耳の一番上のてっぺんからこれ指一本分ぐらい下にして、で指のこのなんかこうくぼみのところにグッとこう指入れて、これ両方これグッと入れる。でそのままギューッと握ります。で握ったままの状態で息を3回吸って、1、2、3って息吸います。ほんで7秒間止めます。1、2、3、4、5、6、7。ほんで7秒間かけて外に引っ張りながら離していきます。いきますよ、ぐーっと1、2、3、4、5、6、7です。これをすると交感神経と副交感神経のバランスがめっちゃ良くなるので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。